さあ、王様への階段のコーナーでございます。今日はスペシャルゲスト畠さんが、はい、7番アイアン、まあ、基本となる、7番アイアンのちょっとちゃんとした打ち方というか、いろいろ教えてほしいと、まあ、アイアンに限らずなんですけども、はい、ちょいちょい今日もそうなんですけど、こうアウトインで左に飛んでいくっていうのがちょっと多いんで、はい、でそれがまあ7番アイアンがでちゃんとできるようになったら、まあ他にも共通して使えるんじゃないかっていう話、はい、一回畠さんに言ってもらえます、はい、とりあえず、うん、それでちょっと、はい、まあ、大体150を目安に、150の、はい、あの黄色いやつね、はい、はい、これでまずまっすぐでしょ。しっかり方向をつけからこうですよね。これぐらい、いきますよ。おっ、うんうん、よいしょ。ちょっと畠さん、うまくいってどうするんですか。そうなんですよそうなんですよ、やってしまったと思ったんですよ今うまくいってどうするですか。すごく今やってしまったと思ったんです。今のはご自身でもいい感じ。今のは、はい、多分僕がゴルフ始めて2年ちょいちょいで、うん、一番嫌だ、うん、それは私も言いようがなくなってしまった、はいはい、今のはもう今のすごく良かったと思います、うん、今のね、いろんなことを気をつけたんですよ、でも本当はいつも、はい、僕がどうなるかというと、はいはい、気をつけないと、気をつけないときはこうやって、はい、こうやって、うん、それですぐ前見ちゃうんですよ、はい、こう練習場やから、まあ、あんまり前見ないですけど、うん、コースやったら、はい、自分の行方が気になりすぎて、うん、そうですね、先こう行っちゃうんですよね、うんうんうん、それをやります、はい、コースやったらどうなるか、うん、それでもめっちゃ畠さん畠さん畠さん、うまくいってどうするですか。いや、まあ、ナイスショットです、まあ、ナイスショット強いて言うならみたいな感じでいいですかね、はい、あ、そうですね、すごい今のまあスイングとか見てて、はい、うん、いや、もう素晴らしいショットなんですけど、まあ、もし言う、はい、言うとしたらっていうところで、はい、まあ、やっぱり、まあ、多分全体的にあの右に向きやすい、まあ、スタンスも全体、うん、こういきやすい、そう、全部体右向いてて、はい、で今も1球目も2球目も大体あのあそこのトランポリンじゃないけど、はい、カゴかな、はい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 、あそこの方向向いてる、あそこ向いてるんです全体が、なので私あそこ行かないのかなって思ったけど、はい、まあ、コースの感じ見てるとあれ、あの、まあ、真っ直ぐ行くんだろうと思って見てたら、やっぱりあしっかりそうフェードになってたから、やっぱり軌道的にはこの右向いてこういう軌道でやっぱアウトインそう入ってるのはまま多分確かだと思う、はい、で今のはでも入りがちゃんとバンスから綺麗に多分こうやってこっち向いてたけど、うん、こうやってまっすぐ入ってたから、うん、しっかりフェードしていったと思うんですよ、はい、だからもう少し左を向きつつ、左向きこれぐらい、まあ、それだと左すぎるので、左すぎこれぐらい、このぐらい、このぐらい、はい、まあ、目標よりも自分の肩のラインとか腰は、はい、少し左向けるぐらいのイメージで、ちょっと左も、はい、これぐらい、はい、それでまっすぐ出るようになればさらにいいってことですね。ありがとう、そうです、うん、これでまっすぐ出てる、最高、はい、あとはそのヘッドを出したい、打ちたい方向に、はい、今向いております、いきます、ちょっとこれぐらい、いきます、うんうん、そう、それで今ので向きはこう150の方向向いてたわけですよ、はい、なんですけど、それでも左行っちゃうんですよね、そう、左行くってことはやっぱり癖でちょっとこういう癖で外から入る癖があるので、まあ練習方法としては、まあ、まあしっかりこう棒を置いてこう右向かないでちゃんとこう奥に置いてしっかり練習してもらって、はい、あとはこっからこういっちゃうので練習でボールを球を右に出す練習をちょっとしてみてください。逆にちょっと右に出すイメージで一回打って、あ、じゃあプロちょっとやってもらっていいですか、はい、ちょっと私右行けるか分かんないですけど、うん、イメージはこうフルイメージとしたらこっからこっちじゃなくてこっからもうこっちに、うんうんうん、もうこっちに行く感じです。で、球が、まあ、どこ行ってもいいのでまずはしっかりこっちのヘッドをこっちに出していく感じ。
こっちに出していく練習、うん、かっこええって感じです。ちょっとフェード系というか、そうですね、捕まるよりも、はい、だからこっちから、うん、まあ捕まあれで私ちょっとまだ抜けてるんですけど、あれでしっかり右に出て捕まってきたら最高、それが理想です。はいはいはい。でも最初はまず右に出す練習をしてったら、うん、多分こう畑さんが言うヘッドをここに出してっていう理想のスイングになりやすい、はい、こうはならないので、ちょっと今の参考にやってみてください。やってみます、はい、ちょっと右に出すイメージ。そう、ヘッドを右、手じゃなくてヘッドを右に、はい、150のとこを合わせて、このこれぐらい、はい、こんな感じですね、はい、でヘッドはトランポリン、ちょっとまあイメージだけなので、はい、ここら辺にヘッド出していくイメージで、はい、うわっやりづらこれ。そうなんですよ多分今までとイメージ全然違うので、こっからそうですそうですそうです。あかん、うん、惜しい惜しい、うん、もう一回行ってみましょうか。やっぱりまだターフもこっち向いてるから。あ、ほんまや。そうそうなんですよ。なんでもうちょっと見、そうこうですね、はい、でイメージはあともう一つは一回構えてもらっていいですか、はい、ちょっと頭を押さえますね、はい、バックスイングしてもらって、はい、で今までは全体がこっちに突っ込むので、はい、ここから下ろす感じ、このぐらい頭残してください。そう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 、かっこよ、かっこよい、かっこよい。でも一流一流アーティストの頭をそれグリップで押さえるのアホのプロだけですよ、そんなできんのそう、でも本当にそのぐらいのイメージでそのぐらい残しておくと、 そのぐらい残してちょうど真ん中です、うん、残して、そう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 、そのぐらい。じゃあ今のイメージちょっとしっかり頭を残しつつ、はい、そう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 、だからちょっと体が右に残ってるぐらいでもいいです。右に残るぐらい、はい、そう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 、オッケーオッケー、そうすると右に出ます、はい、まず右に出ます、うん、でまだこうスライスしてるってことはこっから右には行ってるんですけど、入りがやっぱり上こう外から入ってて手だけこう行ってるので、もう少し体ねじって、そうねじって、でこう体回そうとしないでこのままこうやってクラブをこの右に向けたままねじって残す、そうですそうです、体を右に向けたままねじってそっから下ろす、そう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 、やった。ちょっときついかもしれないんですけど頭残すの、はい、ちょっとライがいいとこから行きましょう。かっこいいが大事だからね、はい、かっこいいかっこいいが大切こうやってそう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 、あんまり自分で体回そうと思わなくても回るので、はい、クラブを振る、いきますよ、素晴らしい、めっちゃいい、素晴らしい、素晴らしい、まっすぐ、やばちゃんとできちゃうんだ、すごい、こんな短時間でできるのは、アドレスも直って、直ってそう、まっすぐな球が出るようになって、うん、真っ直ぐなってきました、素晴らしい、今週もありがとうございました番組まだまだ続きます、はい